今日からか。大広美か、出勤だ。はい、すぐに着替えるんだ。事務所に行くぞ。え、合格したんですか？ああ、俺だけな。私はもちろん落ちた。落ちるなら一人でやってくれ。こっちはこれから仕事だ。次頑張ればいい。俺が助手で雇ってやる。本当ですか？だから一刻も早く準備だ。急げ。頑張ります。おはようございます、モンドです。今日からお世話になります。助手でお世話になります。新人さん、悪いんだけど、そういうのはいいからさ、早速仕事よ。聞いてちょうだい。いい？我々は国家防衛線の最前線にいるの。全ての国民の血税によって生かされている。だからこそ1分1秒も無駄にはできない。全ての心血を国家国民のために使うの。いい？分かったかしら？大体理解できました。理解できました。で、依頼人は？ OK、 もうすぐ来るはずよ。もう来ております。画家のロバートです。ようやくすると隣に化け物が住んでいると。化け物？ここ何日かご近所で相次いでいる子供たちの失踪事件がこの化け物の仕業だと考えているんですね。あくまで僕の憶測ですが。ん？憶測の真相にこそ真実が隠れています。むしろ憶測でしか観測できない化け物がこの世界に隠れて。所長、落ち着いて。勝者を取り乱したかな。それだけじゃありません。毎晩子供たちの悲鳴が聞こえてきて、毎朝窓ガラスに血しぶきがかかっていれば、お隣さんが悪魔にでもなっているのは確実でしょうな。ご依頼人自らスケッチしたという絵ですわ。本物に間違いありません。モンド職員、いいかしら？はい、完璧に覚えました。では早速仕事に取り掛からせていただきたいと思いますが、我が事務所で引き受けられるのは処刑のみです。問題ありませんか？処刑？化け物ですから。化け物なんですよ。はい、化け物なんで。化け物殺します。よろしいでしょうか？はい。では処刑代金としまして1万ドルいただきます。え、国が全額負担してくれるんじゃないんですか？処刑は血税で賄われますが、死体処理に経費が別途かかります。ビビアン、経費は後で清算すればいいじゃないか。またですか、所長？初陣にふさわしい相手じゃないか。なあ、モンド。一週間後に当事務所にお越しください。仕事の報告をさせていただきます。こちらにサインを。無論一週間お待たせすることはありません。よろしくお願いします。やけに静かね。
悲鳴も聞こえない。閑静な住宅街ですね。でも確かに臭いわね。刺激臭、これは不臭ですね。二人で大丈夫？大丈夫です。です。やばくなったらいつでも呼びなさい。速攻でヘルプするからね。ありがとうございます。依頼はキラーイズデッド。さてターゲットはどこかしら。私は献血美女スカーレット。あなた、私に会えてラッキーね。これはおまけよ。またいらっしゃい。待っているわよ。男の人、助けてください。君は？姉を助けてください。姉は壊れてしまいました。お姉さんの名前は？アリス。お姉さんはどこに？どうかアリスを助けてください。アリスはどこにいるんだい？アリスは怖い男の人に騙された。だから怖いんです。信用してほしい。僕の名前はモンド。君の名前は？アリサです。いつまで待たせるの？仕事なんてやめて早く来て。あなたへのプレゼントがあるの。トラブルは刀で解決なさい。この程度の攻撃防ぐのも造作ないわね。強力な攻撃も避けてしまえば怖くないわね。ガードの固い相手にはきつい一発をお見舞いよ。
ドアが開いたようね。ありがとう。あの女一体何者？部屋の中のはずなのにおかしな場所ね。気をつけて、首を切らない限りそいつは不死身よ。邪魔者は処刑よ。ミカ、お前どっから入ったんだ。先輩、あのこのランプとっても不思議なのだ。消してもまたつくのです。質問の答えになってないな。遊んでないで仕事だ。アイアイさん。だがミカは直感だけは鋭い。気になるな。どうしたの？そんなにランプが気になる？手が届かないところにはモンド、あなたの左腕の使いどころよ。
が私を探してくれると思っていたわ。これはおまけよ。またいらっしゃい。待っているわよ。あなたがこの家の住人ですか？他に誰かいるの？ええ、妹のアリサさんに会いました。アリサ、あの子まださまよっているのね。お姉さんを心配していましたよ。嘘よ。そう、嘘ですね。この家にはあなたの匂いが染みついている。あなた一色だ。僕はもうあなたに会っている。モンドさん、ありがとう。ここまで来てくれた男の人は最初で最後ね。あなたの痛みは僕が全て受けます。さあ自由になってください。アリス、大丈夫ですか？どこが痛みますか？背中が痛いんです。いつからですか？1年前、月旅行に行きました。帰ってきてからずっと痛いんです。月？月で誰かに会いましたか？はい。誰に会いましたか？怖い男の人は。名前は？彼の名前は？私、痛い女ですか？